Hi, my name is Kazu Watanabe. I'm the Deputy Director of Film at Japan Society in New York, and it's my great pleasure to welcome everyone to our virtual panel discussion titled Nobuhiko Obayashi, A Conversation. We're very honored to welcome our esteemed guests from the U.S. and Japan to discuss the life and legacy of the great filmmaker Nobuhiko Obayashi, who passed away at the age of 82 in April this year. I'd like to extend my sincere thanks to the Obayashi family for giving us their blessing to host this event. Japan Society has a long history of screening director Obayashi's films, including recent premiere screenings of 7 Weeks in 2015 and Hanagatami in 2018 at Japan Cuts. And this year, we are very thrilled to present his latest and last film, Labyrinth of Cinema, as part of Japan Cuts Online. Now, I'd like to introduce our moderator of the discussion, Dr. Aaron Giroux. Dr. Giroux is a professor of East Asian cinema and culture at Yale University, who has published widely on a variety of topics related to Japanese cinema and culture. In addition to this, Dr. Giroux helped us curate the largest U.S. retrospective dedicated to Nobuhiko Obayashi at Japan Society in 2015, for which we were very lucky to have the Obayashis with us in person at the retrospective's opening weekend. So it's very meaningful to have him here with us to facilitate this conversation and to introduce our panelists. So without further ado, I'll hand it off to him now. どうもありがとうございました。ご紹介預かりました。イェール大学のジェローと申します。本当にジャパンソサイエティの皆様、特にスタッフの皆様に、まあ、こういう場を設けていただきまして、本当にありがとうございます。そしてもちろん視聴者の皆様にも本当にありがとうございます。まずもちろん大林千久美さんにも感謝したいと思いますけど、本当にいろいろ大変な中で、まあ、こういうような場をいろいろご協力をいただきまして本当にありがとうございます。まあ、一応司会という形で務めさせていただきますけれども、まあ、どういう形でこのディスカッションを設けようと思ってて、まあ、どうしても私はそういう大林監督を追悼するよりも、まあ、祝おうというような形で、まあ、このディスカッションをやりたいというふうに思います。まあ、私は、まあ、大林監督ご本人は、まあ、映画に、まあ、長年携わってきて、まあ、いろんな角度から映画をアプローチしたり、そしてもちろん考えたりしてきましたので、まあ、このパネルにも、まあ、いろんな角度から映画、しかも大林映画に接している人を、まあ、集めてその話をやってみようというふうに思います。ですから、まあ、一人はカメラの後ろに活躍している人、一人はカメラの前で活躍している人、もう一人はまあ、スクリーンの前に座って見て考えたりする人、そしてもう一人はそのプロジェクターのその映写機の後ろで活躍している人ということですので、まあ、そういう4人の方々をまずちょっと短く紹介させていただきたいんですけれども、まあ、まず名前すでに申し上げましたけれども、まあ、大林信彦監督の娘でもあり、良き協力者でもあり、そして自ら映画監督でもある大林千久美さんで、ありがとうございます。そしてもちろん誰でも知ってる日本の名優ともいいと言っていいと思う、まあ、そして晩年の小林映画の本当に欠かせない存在である本当に常盤貴子さんにお礼をしたいと思います。ありがとうございます。はい。そして、まあ、もう一人紹介したいんですけれども、朝日新聞の記者でもあり、そして映画評論も携わっている、そして自称40年間も及ぶ大林ファンでもある朝日新聞の石飛さんで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして最後に一応、まあ、映像作家でも
ありながらも、まあ、札幌のシアター機能の代表も務めて、そしてもちろん地域で映画祭とか上映活動にも非常に尽力尽くしている中島洋さん、本当にありがとうございます。あ、じゃあこんにちは。こんにちは、どうも、はい、よろしくお願いします。はい、まあもう話題は山ほどあると思いますけれども、でもまずちょっとぐらい皆さんが初めて小林映画に接したこと、それについてちょっとぐらい、まあ、ある程度自己紹介の形で話していただければと思いますけど、まずちぐみさんにそういう質問するのはちょっとおかしいかもしれないんですけども始まってから監督よく知ってるということですけれども、でも、まあ、娘であるということは、まあ、何かの時点で、あ、父は映画作家である、父はこういうようなものを作ってる、まあそういうような認識とかそういうような経験についてちょっとくらいまず話していただければと思ったんですけれども、いかがでしょうか。はい、わかりました。では改めてよろしくお願いいたします。しちぐみです。まあ、一番古い大林映画の記憶というところからお話しすると、やはり母のお腹の中に入っている時から、まあ、ずっと参加していたようなもので、この世に生まれてからは、まあ、コンプレックス、エモーションという、いつか見たドラキュラという映画で、まあ、主人公の妹役ということで、まあ、出演してるんですけれども、でその時が2歳から3歳になるぐらいの時ですかね。でその時 の、 いつも常にこう大勢の人たち、まあ、約10人ぐらい の、 本当愛と希望と夢に満ちた大人たちが当時すごくいっぱい周りにいて、その大勢の中で育てられたという記憶があって、でとにかく、まあ、1960年半ばの話ですから、まだ日本も高度経済成長になるちょっと前の話ぐらいですよね。私が1964年生まれなの で、 でそれが2歳か3歳ぐらいの頃の話ですから、で一番最初の大林映画の記憶というのは、当時その何でしょう、正常に正常パンっていう、昔から私が生まれる前からある古いパン屋さんがあって、でそのパンを家族で大好きだったんですけれども、当時監督がやっていたのは、まあ、フィルムアンデパンダンという活動をしていて、それはやっぱりこうフィルム、あ、シネマ、うん、なんて言うんでしょうね、インディペンデントという言い方ではなくって、まあ、アンデパンダントっていう活動をしてたんですけれども、そのアンデパンダントのアンパンダのアンパンと正常パンのアンパンをかけて映画の中でアンパンがフィルムアンデパンダントのようにアンパンが飛び交うというシーンがいつか見られたけど中にあるんですけれども、そのアンパンが飛び交う中で、食べ物は大事にしなくちゃいけないよってずっと生まれてから育てられたのに、大人たちがアンパンをこう投げ合うという中で、一人すごく泣いてる女の子がいるのですが、それが小さい2歳ぐらいの私で大人たちは一体アンパンを投げて何をしているんだっていう、全泣きしたっていうのが一番最初 の、 大きな思い出ですね。でも、まあ、小林映画には、まあ、皆さんもご存知な通り、要所要所にそういうすごく真面目なトーンから一気にそういう、なんでしょうね、手塚治虫の漫画でいうところのひょうたん継ぎっていうちょっとこうものが出てくるんですけど、そうい う、 こうちょっと一瞬真面目なトーンの中でキュッとまあ、ギャグであったりこうウィットであったりするものが入ってくるんですけれども、まあ、なんかそういうシーンの一環で出てきたでしょう。あとはでも現実その母親のお腹の中からずっと参加していたこともあり、当時は実は
映画の中と現実の区別が実はよく小さい頃はついていませんでした。なのであの子供たちと一緒に遊んでいてもあの都合が悪くなるとカットカットって言えば世の中が終わってもう一回最初から始まると思ってました。でそんなあの子供たちと一緒に遊んで都合が悪くなるとカットカットっていう私を見て監督も京子さんもうんこれは素晴らしい子に育つのかちょっととんでもない子に育つのかこれは将来が楽しみだねと言っていたそうです。まあ、でも小林監督の作品も何が現実なのか何が現実ではないなのかよくその境界線がなくなることもよくあるんですのでもしかしてちぐみさんご本人はそういうような映画ではないかという感じがしますね。本当にだからあのすごく、まあ、あの今次郎さんがおっしゃったように監督の映画っていうのはこう、まあ、生と死とかいろんな境界ボーダーレス、あの本当に境界が曖昧になって私がひょっと喋ってて実はここに死んだあのもうこの世にはいないかもしれない人たちが実はいる、でもちょっと話しかけたらいつでもそこにいるっていう人の心に生きている間はその人は消えないっていうそういうなんか魂を見るところがすごく大きいと思うのでなんかそれはやっぱり多分監督が、まあ、お医者さん代々お医者さんの、 あの家系の、まあ、息子であったということも一つ常にこう亡くなる人と生きてる人たちがせめぎ合ってたり一緒にいる場で育ったっていうこともちょっと一つ影響しているのかなと思います。わかりました。はい、あの次にあの多分普通のお客さんとして年代的に一番早くあの小林映画に接したのはもしかして中島さんの方ではないかと思います。だから中島さんに、まあ、初めて小林映画に接して、まあ、どういうような感想を持ってたのかどういう状況だったのかについてちょっと話していただければと思いますけれど。はい、僕は、あの、1950年生まれなので、68年に大学に入学してるんですけれども、まあ、ちょっと、あの、いろんな、それまでの事情側で、めちゃくちゃ、あの、極貧生活でですね、もうお金が全くない、もう必死でアルバイトしながら、というふうな形の、もう、すごくしんどい生活をしていて、そこで、まあ、正直言うと、めちゃくちゃ荒んでたんですね。もういろんなもの、社会はクソだと、もう世界なんかどうでもいいとかみたいな、すごく荒んでいた時期がありまして、でその頃に、まあもともと映画ファンではありましたから、北大の映画研究会というところに入って、やっと居場所が見つかったという感じの時期でした。だからその時にですね、まあちょうどそのアンダーグラウンド映画とか、まあ、もちろん、ニューヨークやサンフランシスコから伝わってきているいろんなそのアンダーグラウンド映画のそういう流れのを見ていくちょっと前あたりにこの小林さんの、まあ、伝説の午後をと出会うことになるんですね。で、まあ、それまで真面目に割と奥手の真面目な、高校生だった僕が映画っていうふうなことの媒介で、いろんなものに触れつつあった時期に正直言ってこんなになんか自由でめちゃくちゃでこんな映画があっていいのかというふうなのがもう本当に出会いですね。でもなんかものすごく自分の中に、衝撃というのももう楽しさといろんなことがわーっと押しかけてきてうわーこういう映画があるんだというふうなことが自分の中の一つのなんか原点のようなスタートのようなところになってそれから、まあ、あのもっとねあのハードなそのアンダーグラウンド映画とかそういうのを見るようになるんですけれども、で当時、もうこれは有名な皆さんがご存知かと思います有名な逸話ですけれども、京大の映画研究会が、よくあるベスト10をやって、通常 の, その日本映画のベスト10の全くその証言映画を押しのけて小林さんのこの作品がベスト1になるというまあそれは僕ら本当に拍手からあやっぱりそうなんだみんながそうなんだというような感じで出会ったのが最初ですね。はい、
その後のハウスができた時にはちょっと衝撃的でしたか、まあ、いや、あれを作ったのかという、うん、食映画を作られるというふうなことはもうもちろん、分かって、情報が入っていましたけれども、あの時ちょっと僕ごめんなさい、もう年取っていろんなことの記憶がごちゃごちゃになってるんですけど、大抵平営と日本立ての時期ではないかと思うんですけれども、だからそのそういう客層の中に混じって見に行って、うわ大林さんだ、おすごいなっていうか、商業映画でも全然実験映画をやってるのかなというふうな感覚があって、すげえいいなと思ったんだけど、周りのそのいろんな人たち、うわなんだこれはこれが映画かよってですごいなんかこうちょっとなんか言い合いになっちゃったというか、うん、なんか全然こう周りのいろんな映画ファンの皆さんとこう分かれちゃったというかな、なんかこう二手に分かれたような記憶ではありますけれども、僕らにとってはその60年代からの大林さんの作品はその後、少しずつ見たりして実験映画を見たりしている中ではもう当然の流れだというふうな感じで正直思っていたので、まあ、逆に言えばよくぞこの一つの商業映画の中でこんだけのことをやってくれたっていうふうな形の嬉しさの方がすごくたくさんあったという感じでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。石飛さんなんですけれども、はい、確かにハウスは初めてご覧になった、はい、大屋敷映画だと思いますけれども、はい、そのインプについてとか、そこまでなんかどういうような映画見に来たのか、その差についてちょっと話していただければと思いますけれども、はい、僕がハウスを見たのは高校生の時だったんですけど、その時は別に映画ファンでもなかったんですが、多分話題になってたから見に行ったんじゃないかと思います。その年にですね、ちょっと前にアメリカ映画の家っていうホラー映画がありまして、現代は違うと思うんですけど、家っていうホラー映画があって、次ハウスっていうどうもホラー映画があって、両方家が人を食べる話って、一体なんだこれはと、日本映画がアメリカ映画パクったのかなとか思いながら見に行ったら全く違っていまして、家は大して面白くなかったんですけど、ハウスにはもうぶっ飛びまして、これそれまで見ていた映画とは全く違う映画を、これ映画なのかなという感じで、見ました。その後に、大学に入ってから映画が好きになって見てたんですけど、映画が大好きになってからはアメリカ映画、ヨーロッパ映画を中心に見ていまして、日本映画はその頃はダサかったので、ほとんど見てませんでしたが、角川映画のですね、時をかける少女と探偵物語の2本立てを見に行ってんですね。これは大学生の時ですけど、そこですね、私が、大林信彦監督という名前を本当に認識して、で日本映画そこから夢中になりました。本当は実は探偵物語の方を見に行ったんですけど、もう一本のよくあることですけど、日本立てのもう一本の時をかける少女の、まあはっきり言って原田知世さんに夢中になったわけですけれども、特に最後の、エンドタイトルですよね。もうここが私の人生の分岐点だったのではないかと思っております。原田知世さんに
夢中になってですね、その後天国に一番近い島を見に行きましたけれど、後年ですね、大林監督にインタビューを、時をかける少女についてのインタビューをさせてもらうっていうすごい幸せなことがあったんですけど、その時にファンたち、若者たちは原田知世じゃないや、吉山和子を見に来たんじゃなくて原田知世を見てたんで、天国に一番近い島の眼鏡をかけた原田知世さんをですね、これは原田知世じゃないと言ってみんなに叱られたっていう話を大林さんがされていて、僕もそうだったなと思って、いました。そこが出会いです。でみんな時をかける少女みたいな映画、ノスタルジックな映画を撮る方だと思っていたら、そこから見始めるともう全く違う、とんでもなく乾いた映画もあり、いろいろあったというところから、どん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 ハマっていきました。そんな感じです。ありがとうございます。常盤さんはいかがでしょうか。初めて小林映画はどれだったんでしょうか。いつ頃から、小林監督という存在をちょっと認識し始めたんでしょうか。それについてちょっと伺いしたいと思いますけれども。はい、私の場合はちぐみさんほどではないんですが、物心ついた時にはもう大林映画がすぐ近くにあって、で世代的に尾道三部作よりも前に私は二人とかを見ていたんですね。というのはその二人の主演をされている石田ひかりちゃんと同い年なんですね。全く同じ年なので、やっぱり自分と世代が近い人のものっていうのは感情移入しやすいっていう問題で見る機会が増えると思うんですけど、で私もやっぱり2人の時の石田ひかりちゃんに憧れて草の思いを歌ったりとか学校でしたりとかもしていたりして、それでそこから、石田ひかりちゃんを追ってはるかノスタルジーとかも見て、でその後に尾道三部作っていうものも見るようになり、それでそこでやっと小林聡美さんだったりとか原田知世さんだったりとか富田靖子さんの可愛さに悶絶するみたいなそう、それでまあなんだろうな、少女だった頃に少女のヒロインたちに憧れるみたいな感じだったんですよね、うん、それでずっと一オーディエンスだった私が仕事を、女優という仕事をし始めた時にある映画誌のインタビューで、このあと今後やってみたい映画監督はいますかって言われた時に、私は恐らくも大林監督と黒澤明監督ですって答えていて、まだ19とか多分そのくらいだったと思うんですけど、なんて怖いもの知らずだったんだろうって今思うとちょっとね焦っちゃうんですけど、でもその時はなんか堂々とそれを答えていて、そしたらそのことを大林監督が実はその雑誌を読んでくださっていて、初めて会った時に私監督のファンなんですって言ったら、知ってるよ、取材で答えてくれてたよねって言ってくれて、もうインタビューとか気をつけなきゃダメだなって思ったなんかね、いいことだからいいんですけど、悪いことは言っちゃいけないなと思ってでもそのお会いしたっていうそのタイミングもすごく大林監督らしいなというか、だったんですけど、私は NHK の大河ドラマで天地人という ドラマをやっていまして、でそれが1年間にわたるドラマの撮影だったので、ちゃんと
ベースとなる役作りをしておきたいなと思って、であの新潟県の長岡市がとその主人公の生まれ育ったところだったので、あのそのそこで行われる花火大会に行かせていただいていたんですね。で、監督はこの空の花の撮影でちょうどその花火大会の撮影にいらしていて、でその長岡の花火大会の下で花火がバンバン打ち上がってる下で監督を見つけて、もうその時の衝撃といったらもうなくて、なんかもうちょっと自分の中では伝説の一目、ドラゴンとかあのキリンとかみたいな、もうあの噂には聞いたことあるけどみたいな、本当に実在する人だと思ってなかったぐらいの衝撃だったので、でももう今までお会いすることがなかった、お会いできる機会がなかった方に今後会えるかどうかは分からない、そのチャンスを逃してはいけないと思って、自分がとにかくファンだということだけは伝えようと思ってそれで監督にあの花ですってそこで言ったら、そのことを言ってくださって、私今まで実はそういうことをあの他の監督に言ったことがなかったので、どれだけ自分がパニックになっていたかが本当に分かるんですけど、うん、でもその時にあの勇気を出してそこで監督とコンタクトを取ったことが今につながってると思うと、本当になんかよくチャンスの神様は後ろ髪がないみたいなことを言うけど、本当にそうなのかもしれないなって、本当にそのチャンスを生かせた私偉いって今思ってます。常盤さんのそのインタビューが雑誌に掲載してから後でお会いになってまではかなりの年月が過ぎたと思いますけど、よく監督が覚えてらっしゃったんでしょうね。そうなんですよ、その、インタビューが私がまた本当に19、20歳とかそのくらいの時のインタビューだと思うので、20年とか渡ってたと思うんですよね。監督の記憶力ってすごくないですか？映画に対する知識のその記憶力もすごいんですけど、そういう人との出会いの知識、あの記憶力もすごいんですよね。それがなんか監督のお人柄をすごく表してるなと思いますね。そうですね、まあ、記憶についてもちろん あれは大林監督の作品のテーマの一つだというふうに思いますし、でももう一つやっぱり語らないといけないのは、その映画の中だけじゃなくて映画の外のその出会いは非常に彼にとって重要だし、まあ、今回の皆様集まったのはそれぞれいろいろ出会いがあったからこそは、まあ、こういうような話ができたわけなんですけれども、あのちょっとまたちょっとちぐみさんに、まあ、やっぱりそういうような人柄ということか、まあ、そういうようないろいろな出会いがあって、まあ、映画が作られたということもあると思いますし、そしてそういう出会ってる人たちから、まあ、いろいろその人の味が映画に出て、まあ引いて言えば、まあ、よくも自分の商業デビュー作品に11歳の子供のアイデアを使うなんて、まあ、それは不思議なもんなんですけども、でもやっぱり大林監督はいろんな人から、まあ、その出会いからいろいろな人の協力を得て映画が作られてるんではないかというふうに思いますけれども、ちぐみさんにちょっとそういうについてちょっと話していただければと思いますけれども、いかがでしょうか？本当に監督は本当にあの饒舌に、まあ、映画も饒舌なんですけれども、本人もとてもあの巧みに話す珍しい監督だと思うんですね。普通映画監督はもう映画を見てもらえれば俺は何も言うことはない。
体的にもとても多いと思うんですけれども、大林信彦監督については本当に映画についてインタビューに行ったら、映画が3時間だとしたら5時間ぐらいの話をしてしまうぐらい、さらにというのも、まあ、皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、石飛さんなんかも多分あの10質問を用意しても多分1つの質問で3時間ぐらい行ってしまうっていういろんな意味であの、インタビューは長瀬でもあり、インタビューは喜ばせでもあったと本当に思うんですね。でというのはやっぱり、でもその、真の部分ではやはりその人はむやみに出会ってはいけないというあの心理が一つあったと思います。つまり出会ったらもう自分の人生をかけてでもその人と付き合うんだと、そういう覚悟がすごく父の中にはあったと思います。そういうスタイル、人生のスタイルを最後まで貫いた人だと思います。そういう意味で本当にあの、まあ、好奇心が強かった。人に対しても、まあ、映画はもちろんですけれども、食べ物にしても本にしても音楽にしても好奇心が強かった。そしてでも自分が好きだ、自分が信じよう、この人と縁があったんだと思うと、それを最後まで、たとえその相手の方があの去っていこうとしても、もう絶対諦めない、関係を諦めないっていうタイプの人でしたね。であとはそのやっぱり私たちその映画を作るものというのは、あの、まあ、特に私たちのスタイルですと、まあ、ふるさと映画と呼ばれるような監督の、晩年の方の映画もあると思うんですけれども、やはりその映画の撮影隊というのは、まあ、大体50人から100人ぐらいの人が、あの、ある日突然そのロケ地と呼ばれる映画の舞台になるところにわわっと押し寄せて、2ヶ月ぐらいわわわっと撮影をして、まあ、嵐のように去っていくんですね。でそこに対してもすごくやっぱり畏敬の念というか、そこの土地に暮らすあの人たちの暮らしのところに私たちはお邪魔をするんだ、だからやっぱり共にそこで生きるんだというあの、まあ、やっぱりそこも覚悟になると思うんですけれども、あった。だからちょうどその70年代80年代っていうのは、まあ、テレビもすごく、テレビドラマもあの時代としてわーっと伸びていった頃で、あのロケ地に行ってもう本当に散々あの車をショーウィンドウにぶつけてガラス割ってそのまま逃げちゃうとか、もうタバコをみんなスタッフが吸ったらタバコの吸い殻が街に、あの撮影隊が去っていったらタバコの吸い殻だらけだったとか、そういうこともまああのいろいろありました。なの であのせっかくその地元の人たちをあの協力してもらって映してもエキストラとして参加していただいて、あのカメラの前に立って映しても、まあ、本番の時作品になった時にはカットしてしまったりとか、まあ、そういうちょっとこう荒くれ者の時代みたいなのが70年代80年代でこうわーっとあった時の、やっぱり大林映画はそうではない方向を目指そう、やっぱりその人の暮らしのあるところにお邪魔をして映画を作らせていただくんだ、なのでまあその何でしょうね、人のお家に日本でいうと土足で上がるみたいな言い方があるんですけれども、まあ日本は靴を脱ぐ文化ですから、でもその靴を脱がずにその人のまあ住んでいる土地にこう行ってこう引っかき回して出ていくのではなく、映画を撮るイコールその場所で一緒に暮らすという、やっぱりご縁というか、そういうことで私たちは映画を作ってきました。だから例えばそのタバコのポイ捨て、吸い殻を捨てるとかっていう、空き缶、飲んだものの空き缶を捨てるということに対しても本当にスタッフや、まあ、うちの、あの京子プロデューサーあるとかがもう本当にこう自ら何も言わずにゴミを拾って歩くことで、まあ、スタッフも一緒に、あ、この町でお邪魔をして映画を撮らせていただくんだから、僕たちがいなくなった後に町をきれいになってなければいけないよねということで、本当に大林映画の人たちが去っていくと町がきれいになったっておっしゃっていただいたりすることは、私たちにとっても何年経ってもそれはやっぱり、あ、その場所で映画を撮ってきてよかったなと誇りに思う部分でもありますし、本当にあと
きっと常盤さんもすごく経験があると思うんですけれども、監督はこう決めて、まあ、なんていう決め打ちといいますか、ガチガチにこう100のものを撮るのに100決めて撮るのではなくって、いつもこの遊びの部分って言いましょうかね、そういうものを台本にしてもセリフにしても、ちょっと隙間を空けていく遊びのあるところをちょっと空けておくんですね。なのでどん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 現場で、まあ、セリフは毎日足されて、夜の間に役者さん のお部屋の下にこう差し込みというんですかね、そういうものが入っていって朝起きて役者さんも、こんなに増えてるとか、嬉しい、これ今から覚えるんですかみたいな、ね、ことがよくあったと思うんですけれども、そうやって常に変化することを全く恐れない作家だったと思います。だからそれも全てはその人とのご縁であった、その接する人たち の, お話の中から、監督が、まあ、なんでしょう、それを思いを重ねて、まあ、映像化していくということが大きかったなと思います。なんというか、ちょっと語弊があるかもしれないですけれども、ものを作る人間には大きく言ったら多分2つぐらいのパターンがあると思うんですが、それはゼロ、全く何もないところから物語やそういうものを生み出す作家のタイプもいますし、もう一つはそのゼロはないんだけれども1をもう何百倍にもするっていうその作家のタイプがいると思うんですが、うちの林信彦はゼロの方ではなくて、その人とのご縁であったり何かしら その今まで自分が読んだり聞いたり話したりしたことを、まあ、膨らましていく、そして変化していくっていう方のタイプの作家だと思うんですね。なので本当にまあ、有名な話ですけれども、一本の映画に対して脚本、プロの脚本家の方に脚本を、書いていただいたんですけれども、一語一句使わずに新たにその台本を書く。でも監督にとってはその一語一句使わなくても、その台本脚本がなければ監督は進められないというちょっと珍しい作家のタイプでもあるんですね。だから何かがあれば違うということは分かる、これをもっと膨らましたら面白くなるぞ、なんかとにかくすごくおもてなし、まあ、エンターテインメントの人だったので、どうしたら映画が面白くなるんだろうと常に考えている人でしたから、そういう意味でもまず何かがそこにあって、それをこうより醸造させて、こう倍増させて皆さんに伝えていくタイプの作家でしたので、だからもう本当に人とのご縁が作風を変えると言ってもいいぐらい、はい、だと思います。まあそのちぐみさんはそういう現場の、まあ、毎日脚本が変わったりとか、それを実際経験してる常盤さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、やっぱり他の現場は、まあ、たくさん経験が多いというふうに思いますけれども、やっぱり大林組の現場は違うんじゃないかと思いますけれども、まあ時にそういう、まあ毎日脚本は違うし、それも多分まあ俳優にとっては大変だし、そしてまあ特にまあ映画の魔術師とも呼ばれている大林監督は、一旦まあ編集室に入るとまあ、いろいろ工夫するんですけれども、まあ、多分俳優さんは、まあ、ゼロ号試写を見るときに、あ、こんなになったのという驚きがあるんじゃないかと思いますけれども、その経験についてちょっと話していただければと思いますけれども。はい、今ちぐみさんのお言葉を聞いて、ああなるほどって思ったのが、人はむやみに出会ってはいけないっていうのが、私が監督に対してどうしてなんだろうと思ってた部分が、それでちょっと解決されたなっていうこともあって、というのは監督はいつもその場で起きたことを、すごく大切にされてたんですね。例えばそれは俳優のセリフの言い回しが、台本を読んだものと違ったりしたら、
普通の監督はそれはこういう言い方に直してっていうふうに演出をつけるんですけど、監督は一度それでやらせてみるというか、その俳優さんがそうやったのには何か意味があるのかもしれないって言って一旦持ち帰るみたいな。で多分編集でいろいろ当ててみて、ああやっぱり違うなと思ったらそうじゃないものを選ぶのかもしれないんですけど、でもそれをまず自由にやらせている姿というのを私は現場でよく見ていたし、多分私自身にもあったと思うんですね。それもそうだし、例えば風が強く吹いたり急に風がビューンって吹いたら、普通の監督だったらちょっと今の風が強すぎるから NG もう一度撮り直そうっていうところを、監督は風が吹いたのは何か意味があるのかもねっていうふうに捉えてらっしゃる感じがすごくしたので、なんでだろうな、なんでその場のことをそんなに大事にするんだろうなって思っていて、で一つには監督はいつもおっしゃってたのは、僕が決めているんじゃなくて上の人が、上のものがこう映画を作るのを助けてくれているからみたいなことをよくおっしゃっていたので、それももちろんあると思うんですけど、監督自身のその信念として、そのさっき月ちぐみさんがおっしゃってた、人はむやみに出会ってはいけない、人だけではなく物に対しても事象に対してもそうであったんだなっていうのを今聞いて、あ、なるほどって思いましたね。あと現場でいろいろなことが変わるという意味では私が初めてのの七なのかという映画で大林映画に参加した時に、まず一番最初に思ったのは大林ファミリーのレベルの高さに驚愕したんですよ。これはなんか自分で言うのもちょっと悔しいんですけど、私なんて生ぬるい生き方をしてきたんだろうってすごく思って、なんだろうな、やっぱりそれは主演であったりとか、その自分の立場が上がれば上がるほどいろんなミスだったりとか、その甘えみたいなものを許してくれる現場が多くなっていっていた、それに自分自身が甘えてしまっていたんだなというのを痛感する日々だったんですね。というのは、まあ、セリフはもう当然 100% 120% 皆さん完璧だし、それが短かろうがすっごい膨大な量であろうと、もうこれ舞台ですかっていうぐらい、もう最初から最後まで大林ファミリーの俳優さんたちは完璧に入ってるんですね。当たり前なのかもしれないんですけど、正直次の日の撮影の分を覚えてればいいかなぐらいに私は思ってるところがあったから、その日に撮影する分が完璧なら良くないって思ってるところもあったんですけど、でも大林ファミリーはいつ監督が何を言い出すかわからないっていうもとで生きてるからだから例えば2週間先の撮影スケジュールに組まれているシーンを監督が今日天気がいいからこのシーンを撮ろうって言ったら、それに対応できるもう準備がもうすでにできている。それは本当に驚きましたね。断ることを知らないスタッフとキャストそうで、その撮影自体も例えばそのののなななのかという映画の中で寺島咲ちゃんという子がヒロインをやってるんですけど、まあまあ長いセリフがあって、男のお医者さん役の方とのセリフで掛け合いがあるんですけど、ただそれは普通にこうさきちゃんとその先生、さきちゃん先生、さきちゃん先生っていう台本の流れになっていたから、当然そういう、まあ、あってもカットバックかなぐらいに思ってたんですけど、現場に行ってみたらさきちゃんがまず歩いてきたところでこうその先生に持ち上げられて、子供みたいに高い高いって持ち上げられて、そのまんま椅子に座らせられて、でその椅子を
その先生はくるくる回しながら、その間さきちゃんはずっとセリフを言ってるんです、自分の。でそのまんまつくと立って、そのまんままた元の状況に戻るっていう、それを普通のことのように、何もなんだこれみたいな顔もせずに、ただ淡々とやっている、その寺島咲ちゃんというその女優さんに対して、私はもう脅威を覚えて怖い、この人すごいと思って、いやもう本当に何が起きても慌てないのが大林ファミリーのすごいところだなと思って、まず私はそこを乗り越えなきゃいけないっていう、その普通の撮影ではありえないことが起きるんだという、その大林映画の常識を超えた先にあるものを信じなければいけないんだ、それを信じることができたら、あの世界にやっと入ることができるんだっていう洗礼を受けた感じでしたね。はい、そうですね、もう本当にそんな話でありがとうございます。まあ、その大林ファミリーといえば、もちろんその一つは、大林映画よく見る方は分かるんですけれども、もう同じ俳優さんは何でも何でも使います。特に今、尾道しのりさんとかはもうその人は青年時代からもう使ってきて、まあ、常盤さんのなんか苦労はちょっと分かりますね。だから、まるでそのファミリーに養子として入ってきて、もう、これは来てるんですけれども、どうやって入るかということは、やっぱり大変だったと思いますけれども。でももう一つの、やっぱり大林ファミリーは、やっぱりそういう実際のファミリー、まあ、監督もいらっしゃって、ちぐみさんもいらっしゃって、そして、まあ、プロデューサー、まあ、そして妻でもある小林京子さんもいらっしゃいましたけれども、その京子さんについての話をちょっとディスカッションの中でちょっと入れたいと思ってたんですけれども、またちょっと常盤さんにお聞きしたいんですけれども、小林京子さんについてちょっと話していただければと思いますけれども、まあ、やっぱり彼女は、小林さん海の中で重要な存在ではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。ボスですからね、もうもう京子さんが全てを握ってるという、なので京子さんがいないとやっぱり監督もすごく寂しそうで、何かこう、ベストがこう尽くせないというかいう感じはすごくしました、ね、今回のキネマの玉手箱は、この映画だよね、ちぐみさん、京子さんが最初来れなかったの、目の手術、ね、花形じゃないよね、海辺の映画館、海辺だよね、そうそうそう、そう、その海辺の映画館は最初前半1ヶ月ぐらいかな、京子さんが来れなかったんですけど、で監督は一人で戦うしかなくて、そうすると監督はすごく寂しそうで、でもすごくやっぱり気遣いの方なので、いろんな各所に気を使って監督なのになんかこう見てて、あ、監督自由にできてないのかな、大丈夫かなってすごく心配する、でその心配してることも監督は気づいてしまうので、なんか気づいてないふりをしようって思ったりとかして、もうみんながなんかこう監督大丈夫かなってちょっと思ったりもしてましたけど、で京子さんが来てからはもう本当に自由に生き生きとして、もうご飯もすごく美味しそうに召し上がられてて、あ、やっと元の監督に戻ったと思って、そう、それでだから、あ、京子さんは特に私も舞台なんですけれども、夫が演出家なので、太郎ちゃんは演出家の妻だから分かるわよねみたいな感じで、演出家を配偶者に持った
人間の女の性みたいなものをよく言ってくださるのがなんか面白くて、私たち的にはあるある、演出家の夫ってそういうのあるよねみたいな、そこにいるのに、目の前にいるのにいなくなっちゃうみたいな感覚だったりとか、うん、そういうのが、でも京子さんが分かってくれてるから私も一緒に乗り越えられるなみたいなところもあるし、うん、でも本当にやっぱり大林信彦の妻として生きてくる、生きてきたその日々は壮絶なものだったと思いますね。いろんなものがあったと思います。そうですね、もう私たちもこのイェール大学読んだ時に、まあ、京子さん、ちぐみさんも来ていただいて、もう本当に家族全員に接することは本当に幸せでしたけれども、うん、まあ一つちょっと言わせていただきますけれども、先ほど常盤さんが旦那様についての話だったんですけれども、まあ、ご存知のない視聴者がいらっしゃると思いますけれども、一応ご主人、まあ、というか旦那さんは演出家の長塚圭司さんで、はい、彼も例えば海辺の映画館にも出られて、やっぱりご夫婦もなんかやっぱりこのファミリーに吸い込まれられたというような感じですね。本当になんか例えば窪塚俊介くんとか、花形見で主演をされている窪塚俊介くんも花形見の後に結婚したのかな。それで今はもう子供もできて、でみんなで現場にいるみたいな姿が普通になってたりとか、ファミリー一つの大林ファミリー、リアル大林ファミリーから始まって、いろんなファミリーがこう混ぜこぜになって、本当にすごい大きなファミリーになってる、なんだこれはってこんなことはあんまりないんじゃないかなって思いますね。本当にありがとうございます。はい、ちょっと中島さんの方にちょっと移りたいんですけど、はい、先ほどちぐみさんはやっぱりその地元についてちょっと話していただきましたけれども、まあ、特に小林ファミリー、小林組がやっぱり地元、そういう現場を大事にしてるというような話なされたと思いますけれども、まあまあ、ご存知のある方は、まあご存知の方はいらっしゃると思いますけれども、まあ、小林監督はもちろん尾道の作品はよく知られてるし、うん、まあ、大分とか九州の作品もよく知られてますけれども、でもやっぱり北海道も大林映画にとっても非常に大事な現場というふうに思いますけれども、そしてそれはまあ撮影の場所だけじゃなくて、撮影ではない時にもよくいらっしゃったというふうに思いますけれども、中島さんはいろんなその形で、まあ、小林監督と接するチャンスが多かったと思いますけれども、まあ、まあ、ある程度そういう現場の人とか、そういうその地元の人として、その小林と映画についてちょっと話していただければと思いますけれども。はい、ありがとうございます。さっきちぐみさんが、大林さんはその出会いというものに対しての覚悟ということをおっしゃっていて、あ、そうかというふうな感じで、なんかこう、その覚悟の一人に加えていただいたというのは、すごい光栄なことだったんだなと、今ちょっと本当に思っています。僕らが初めて大林さんをお招きしたのは、まあ、ちょうど尾道の三部作の、初めの方の三部作が、まあ、全国的にもですね、大ヒットすることによって、僕らも小さな札幌映画祭というのをやることになって、そこで初めて、転校生だったと思いますけれども、上映させていただいて、それで、お招きすることができて、まあ、本当に映画ファンにとっては、僕ら以上にものすごく大林さんのファンはもう、全国的にもですね、広がっていましたし、すごくもう来ていただくだけでも嬉しかったんだけど、僕のちょっと個人的なことを言うと、
大林さんと京子さんがお越しになって、それで、まあ、僕が一応担当になっちゃったので、ちょっと自分が自転車が好きだったので自転車で乗って、それで、みんなの会議のところやってたら、あの大林さんがすぐ来てですね、中島君もう少し自転車を大切にしてあげないとダメだよとか言って、なんかひょこっと言われまして、それが初めてかました言葉で僕すぐにショックなんですね。でもやっぱりそこからスタートしてて、なんかこう自分が引っ込まれたようなことになって、実はその後、まあ、あの僕が接待係として、まあ、思い出になりますけれども、ちょっとお話しするような形になって、まあ、実はちょうどその時期にシナリオ市長で、評論家の皆さんと大論争が起きてたような時期がありまして、でそのお話をこうすごくしっかりとこう聞かせていただいて、まあ、あの僕はそのイデオロギーで何かをというふうな形っていうのはすごくあんまり好きじゃないし、だからそのそういう論争のことがあるというふうなことから、まあ、あんまり言い合うというのはあんまり好きじゃなかったみたいなところもあるんですけれども、で、まあ、その方とですね、実はその後あの夕張の映画祭でご一緒になって、一緒に、酒を酌み交わす小さなですね飲み屋で、僕もその現場にいて、それでまた仲良くされているというのは、まあ、この度量の広さにはちょっと、まあ、驚いちゃいましたね。なんかもうガンガン争ってるのにこんなに仲良くしてるのかというふうなぐらいのことが、ちょっとまず初めの思い出としてありますけれども、で僕はあの、うん、先ほどのちぐみさんがおっしゃってたように、これはもう京子さんが、常にバックアップされていて、その僕らの札幌じゃないところで北海道のロケがあった時なんかにロケを、お手伝いするというふうなところで、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、あちょっとあのオフレコにしたようなことなので、一つ有名な映画の話はしませんけれども、ちょっとそういうので、そこのロケはもうひどい状態がありましてね、でその後その大林さんたちがやったら、もうそのことでのまだフィルムコミッションなんかがない時代ですから、その観光課なんかの方がですね、やっぱりその、うん、大林さんたちであろうとなんであろうと、なんか、エキストラなんかをやると、あ、はい、日当がだいたいこれぐらいでとか、非常にビジネスライクに、お話しされてすごく困ってるんだと、うん、なんかそういうふうなことでこの町をロケするというふうなことでの付き合いじゃないよねっていうふうなみたいなお話をされていて、で、まあ、ちょうど私たちシアター家 の、 あの妻の中島博美が支配人ですけれども、その京子さんと大林さんは、ね、常に現場で、再編されますから、京子さんとよくお話しすることがすごく多くてですね、で、まあ、本当にこれはいい意味で京子さんのなんかね、中島博美なんかは、まあ、あの愚痴の聞き役をですね結構やってくれて、まあ、その愚痴を言っていただけるような中にさせていただいたっていうのは、すごく僕らもちょっと嬉しかったというふうなことがあります。でもう一つ、やっぱりあのこれはもう時矢さんが先ほど何なのかということのお話をされて、もうこれは一つの大林、映画の中でもこの後期のこのいろんな作品はですね、本当に重要なものの位置を占めると思うんですけれども、僕はその前に その映画を芦別という町で撮るようになったきっかけをですね、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、お話しすると、ちょうど、全国で映画祭というものがブームになって、まあ、その芦別でも本橋さんをお招きしてですね、なんとか小さな地域の振興をね、できないかみたいな、そういうお話があって、まあ実はそういうことで大林さんをお招きしようとされたのが、その観光課の鈴木恭司君という、まあもうとっても素敵な青年なんですけれども、まあ彼はまあ、これは多くの大林ファンと同じく、尾道に憧れて尾道を、まあ、行って訪ねられて、まあ、大林さんが常にお話しされることですけれども、その鈴木恭司君が、ある小さなおばあちゃんに尾道で、道を尋ねられて、でもう、まあ、ちょっともうね、
おばあちゃんは少し、こういうふうな感じになってるのかなというふうなところの方だったんですけれども、それが鈴木恭司君をいろんな形で、あちこち行って、結局その恭司君が行きたいところにたどり着かなかったんだけれども、でもそのことによって尾道っていうあの町のいろんなことの空気や町のいろんなことをですね、恭司君が知るようになるという、そのことの方がまあすごい、大事だった、うん、大切だったみたいなお話をよくされますけれども、その恭司君がやっぱりその大きなポイントになりまして、まあ、彼は何としても大林さんを足別で、まあ、正直言えば映画を撮ってほしいという思いでですね、大林さんをお招きして、足別映画学校というのを毎年の学校というより、まあ、まあ学校形式なんですけれども、2日間のイベントとして、やるというふうな形になりましてですね、で1回目の時に、まあ、僕らはもちろん行ったんですけれども、そこは正直言ってですね、カナディアンワールドという、まあ、非常にバブルの、まあ、一つの名残というのか、良くない形での地域 の活性化の、まあ、町があって、その場所があってですね、でそこでの映画祭の催しっていう風なものは正直言ってもう これじゃ無理だなというふうに僕は感じたんですけれども、実はその翌日に、足別の町の中に移って、まあ、市民会館という小さなホールでですね、いろんな、まあ、実製作とか個人映画とかホームビーとか撮られているようなそういう作品を集めて、その作品を見ながら大林さんがちょっと、まあ、いわゆる批評され批評というのかな、一つのその作品に対しての評価をお話しされるというふうな回なんですけれども、そこでですね、足別の高校生たちが作った、地元のことに対してのその作品がありまして、まあ、僕もそれはとても素晴らしい作品だったと記憶しています、なんですけれども、そこで、まあ客席にいたその高校生たちと壇上にいた大林さんがこう対応し始めるんですね。でそしてどうして君はこういうふうな、君たちはこういうふうなんだ。で本当に舞台とその客席との間のこの関係みたいなものがどんどんなくなっていく姿を見て、あこれだって僕もすごく思ったんですね。でそれで恭司君なんかともう僕はこれを応援するからぜひこれをなんとか続けてほしいみたいな形で行って、まあ、足別映画学校で、まあ、いわゆるその個人の作品を3分ムービーの作品を集めてのふるさとビデオ大賞というものをやることになっていくというような形 でそのふるさとビデオ大賞がですね、本当に毎年もうちぐさんも何度もお越しいただきましたけれども、そのふるさとビデオ大賞で審査している、まあ、ゲストも含めてみんなで審査してるんですけれども、そこでの一つの素敵なポイントがですね、要するにベスト10、ベスト1とかベスト10とかそういう評価はやめようね、要するにこれだけ素敵な作品がたくさん人それぞれ一本一本の作品にそれぞれの思いがあって作ってるから、だから審査する皆さんがこの一本を進めたいっていうのをまず自分たちで選んでくださいと。で、グランプリとかというふうなことではなくて、今年の代表的な作品はこれかなっていうものを最後に一つだけ選びましょうと、そういう形の発表しませんかというふうなのが1回目からの大林さんのご提案で、本当にこれだっていうふうな感じで僕は思いました。でそういうふうな足別の医学校の約二十数年の積み重ねがですね、物なのかという作品につながっていくっていうことは、ずっとその足別に毎年僕も通わせていただいてご一緒させていただいてすごく分かります。で、実は初めての野中を、今近く施設で見たときに、足別 その皆さんお越しになっている石川さんという方とちょっと僕もなんか感情が入っちゃって思い出してもあれなんですけど、本当に本当嬉しかったですね。
本当にあのアシベツのことがよくわかってるという気がしました。うん、なんでこのような形か。すいません。あのそれまでですね、あの毎年行ってそのアシベツの方々がいろんなところをご案内されるんですね。で、それがですね、あの野々村の方にほとんど出てるんですね。本当に点在しながら。で、アシベツのことを本当によくあって理解していただいたという感じがします。ごめんなさい。いえ、年取ってね、こういうのが思い出す。思い出す、ね、本当に。年取られてっていうことじゃなくて、やっぱり小林信彦監督に接しているみんなは、まあ、こういうような感情になりますので、まあ、本当にあの長嶋さん、中島さんによく代表していただきまして、ありがとうございます。代表して泣かせていただきました。あの私たちもなんかイェール大学をお目にかけしたときに、やっぱり私たちも感動して、あのうちの息子の高校で作った作品を監督がご覧になって、そしてちゃんとした評価、そして本当に教育者のようにもうちゃんといいアドバイスをしてくださったことは、もう本当にあのうちの家族にとっても大事な体験だったと思いますけれどもあのちょっとあの石飛さんにちょっと移りたいと思いますけれども、はい、まああのまあ、評論家の代表としてということはちょっと無理かもしれないんですけれども、あでもやっぱりあの小林監督は、まあ、日本の代表的な監督の一人というふうに言えますけれども、あでもやっぱりあのあ彼もなんかあのあいろんな映画も作ったりして、そして日本の評論家たちがまあ、あの一部は 評価したり、一部はこの映画よく分からないとか、そういういろいろなあの賛否両論はあったと思いますけれども、まあ、特にあの石飛さんの目から見れば、まあ、その大林信彦監督 の、まあ、その歴史を、まあ、いろいろ変遷があったと思いますけれども、その変遷とやっぱりその日本の評論会はどういうふうにそれを扱ったのかについてちょっと話していただければと思ったんですけれども、いかがでしょうか。すごい大きい話で話せるかどうか、はい、すいません、ちょっと無理してごめんなさいとんでもないです。あの日本を代表する監督でありながら日本を代表してないっていう感じが監督であるっていうのがすごくあのそこが小林さんの一番の魅力じゃないかなと 思います。あのさっきちぐみさんがあの映画監督2つあるっておっしゃってましたけど、ゼロから作る監督でない監督の魅力っていうんですかね、僕が一番好きなのは端正じゃない映画を作られる、大抵破綻がある、そこが、まあ、時々破綻しすぎている作品もあったりして賛否両論になるんだと思いますけれど、破綻がない大林絵がつまらないわけで、だから賛否両論になるけれども、すごくみんなに愛されている映画なんですよね。失敗作だと言われている映画も愛されているっていうのがこう大林さんの映画のすごい特徴なんじゃないかなっていうふうに思います。その日の前にという映画があって、その大林さんが70歳の時ぐらい、70歳になられた時の作品ですけれども、その時にインタビューをさせてもらった時の大林さんの言葉がすごく印象に残ってまして、ひょっとしたらみんなに褒められるような作品ができたかもしれないけれども、
いらないものをいっぱい詰め込んでしまってわけが分からなくなったかもしれないとおっしゃって、でもそれでもいいんだと、詰め込んでいくんだと、いうふうにおっしゃっていて、でなんか分かったような顔をしないで分からないことを突き詰めていく映画を撮りたいとおっしゃって、これからも これから撮っていきたいというふうにおっしゃっていたんですね。もうそれはもうきっと大林さんがずっと若い頃から最後の海辺の映画館までこう貫き通されてきたことだと思いますし、よく貫き通せたなと、これがすごいと思いますね。破綻した映画を作ったりすると次が撮れなくなったりすることもきっと多いかと、そういう監督も多いかと思うんですけれども、自分のやりたいことをやりながらコンスタントに撮り続けてこられて、そのたんびに話題になるっていうのが、これをもう50年60年、続けてこられたっていうのがすごいことだ、これは稀有だなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。やっぱりジャパンソサイティのスタッフの人からもなんか言われましたけれども、やっぱり今回ジャパンカッツで一応海辺の映画館が上映になりますので、それについてちょっとできればお話ししたいと思いますけれども、まずちょっとちぐみさんにやっぱりまあいろいろあった現場ではないかと思いますけれども、まあ結局は最後の作品になったというふうに言えますけれども、そういう現場の思いとかについてちょっとぐらい話していただければと思いますけれども、いかがでしょうか。まず海辺の映画館、まあ、皆さんもご存知の通り、花形見を一つ前の映画の花形見のクランクインの2日前に、まあ、監督が、まあ、余命3ヶ月ということが分かって、まあ、誰もがきっと花形見が最後の映画になるだろうと、まあ、思われたと思うんですね。で花形見は本当に素晴らしい、なんて言うんでしょう、まあ、本当その時点でも大林映画の集大成とは言われましたけれども、で私たちももう病を抱えながらもあんなものを作ったんだという、まあ、驚きもに満ちた映画だったわけですけれども、さらにその後に海辺の映画館というもう本当に映画の可能性、私たちが思ってた枠なんかを見事に吹き飛ばす、本当に今回ジャパンカッツで皆さん見ていただけることは本当に海を越えて光栄なんですけれども、とにかくこの本当に映画の現場に立ってる以外はフラフラなんですよ、もう体力的にも。でも映画の現場に映画の現場にさえ入ってしまえば本当に杖もなくスタスタと歩いてしまうし、本当に何かどういう力が働いてたんだろうというぐらいすごく奇跡もたくさんありましたし、そういうあと皆さんのその俳優とスタッフが一丸となったその思いの結晶みたいなものも込められていましたし、何としてでもこの作品を完成させて皆さんに一人でも多くのお客さんに届けたいんだっていう強い強い意志の塊みたいなものが常にやはりあったように思います。でその監督の気迫というものももちろんなんですけれども、出来上がったその映画というのが本当に前のそのどなただったかな、花形見が満塁ホームランのような素晴らしい映画だったけれども、海辺の映画館はもうこれは場外ホームランだねって言った方が
いらっしゃるんですけど、本当にもう私たちの想像なんていうものを軽く飛び越え、まだまだ人間ってこの使ってない脳の部分がいっぱいあるんだなっていう、もう本当こう脳に刺激が直接刺さっていくような、あの映画に、もうエネルギーの映画の塊になってると思うんですね。で、映画の中で、まあ、その物語とは関係ないところですけれども、あの登場人物の一人が人間ということで、もうこれが人間じゃっていうシーンが一つあるんですけれども、本当に映画を象徴していて、もうこれが映画だという塊になっているように思います。それぐらい、あの物を作る人であってもなくても、あのこの映画を見ることによってものすごく希望というか、まだまだ僕たちは、私たちはいろんなことができるんじゃないかっていうふうに勇気をもらえる映画になってると思います。本当に浴びてびっくりして驚いて、あの脳が追いつかないときに人は感動すると言います、あの言われますけれども、このような映画の塊になっているなと。でなおかつ、あの本当にその、まあ、今のこと、いろんな世界中で起きている時勢も、あの相まって、あの私たちはその映画から本当に監督の思いのバトンを受け取って、その次を、僕は常々監督は、あの僕の続きをみんながやってねって言ってたんですけれども、今回の作品は特にそれが色濃くて、あのこの作品ので受け取った思いをあなたたちがちゃんと自分の中で考えて、その続きをみんなに託すから、あの続きをやってねっていう、そういう思いも特に強く込められて。で本当に現場はやっぱり、大変は大変で、まあ、壮大ないろんな話が、含まれている普遍的な映画でもあるので、でも本当に監督はもう一つでも、もう一秒でも時間があると、この作品がどうやったらさらに面白くなって皆さんにおもてなしとして伝えられるかっていうのを現場でも本当に、あのコンピューターの ICU がこうカリ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 回っているように常にこうカリ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 こう考え続けている人で、で私はやっぱりなかなか、あの語られることは少ないと思うのですけれども、大林映画は現場というよりかはやっぱり編集、監督自ら、あの編集するんですけれども、なかなか世界中でも監督自ら商業映画で、あの編集をされる方も数は、まあ、少ないとは思うんですけれども、大林映画の肝、大林映画の本当に根っこのところはやっぱり編集かなと思っていて、でその現場でもう現場は本当に何でしょう、これから料理をする食材を全部テーブルの上にとりあえず並べて、でわっとあって、編集の時に最終的にお皿の、まあ、スクリーンというお皿の上に載せる料理を編集で作る、仕上げるという段階になるんですけれども、なんかそういう、うん、最後まで本当に思いを乗せたかったなというその信念の部分と、あとやっぱりその限りあるその時間芸術の中で何かを削ぎ落としていかなくてはいけないので、その、まあ、覚悟とその断念と言われるようなその何でしょうね、部分もすごく込められていたと思います。あと本当に、あの、うん、よく京子プロデューサーと母とも言うんですけれども、終わりたくなかったんじゃないかなっていうのは言ってました。うん、あのやっぱり本当にさっき皆さんがおっしゃっていただいたように、あの私も映画が大好きで、世界中の映画をもう何万本以上と見て育ってきてますけれども、本当に2歳で実家の難度で映写機とフィルムに出会って、映画ということを知らずに映画と出会って、というのもその監督の強運の一つのエピソードだと思いますし、2歳でそれから出会って、本当に82歳で亡くなるまで80年間映画と一時とも離れずに映画と共に生きてきて、さらにそれを職業としてする映画監督は、やはり多分世界に例を見ない人だとは思います。そういう意味でもすごく映画と共に生きれた強運の作家だと思うんですね。であとはやっぱりその
まあ、その物語性であるとか、そのまあ少女性である男性性であるとか、こういろいろジェンダーであるとか、まあ、そういうアイドル映画であるとか、そういうこととかで語られることが多かったんですけれども、意外とその技術面、映画におけるその技術面もすごく実は貢献しというか、まあ、かなり実験的なことを重ねてきた人だと思ってまして、でそういう技術面から語られることはなかなかないので、あのジェローさん次の開発してぜひ大林映画に技術論みたいなところをまたあの紐解いていただけたら面白いかなと思うんですけども、あの本当にあの今実家という現像所になる前 の、 その東洋現像所の時代からその CM 時代から本当に革新的な、というか誰もやったことのないことを面白がってやる、そしてやったことのないことをすることに躊躇しない、あのということがやっぱり映画というその総合芸術というか映画装置にとても監督というその生き方がすごいピタッとやっぱりハマっていたんではないかなと思います。本当にこんなに80年間映画と離れずに映画を作り続けられて、本当にたくさん大変なことはありましたけれども、でもこんなに幸せにあのまたあの上の方で天国でもあの映画は作り続けてると思うんですけれども、まあ、そういうまだ終わらせないぞ、まだこんだけ伝えたいことがあるんだぞっていうのが一番込められた映画が海辺の映画館だと思っていますので、もう本当にこう何も知らずに浴びていただいても、映画を見ていただいても、何かものすごく見た方の中でも発見とその先の未来につながるメッセージを受け取ることができる映画の塊だと思います。いや本当になんかその話聞いて本当に感動しました。あの私もあの残念ながら大きいスクリーンではなく、あのちょっとコンピューターで拝見させていただいて、まあ、まあ最後の作品、晩年の作品、そういう80代の方の作品といってもまだ子供のように映画と遊んでるっていう感じがすごく伝わってきて、もう本当に良かったと同時に、まあ、すごく、まあ、振り返る作品とも言えますけれども、まあまあ、日本の歴史、特に日本の戦争の歴史、そして映画の歴史、そしてある程度、大林映画に振り返るということもあって、まあ、あの私、ちょっと公式ホームページを見て、まあ、そういうキャストのところで、まあ、あの常盤さんのところに、一応役名として、まあ、もちろん、作品の中にいろんな人を演じていらっしゃると思いますけど、まあ、最後の方で例えば桜隊のその池恵子も演じていらっしゃるんですけども、でも一応ホームページ上で役名は橘百合子になってるわけなんですけれども、うん、まああれは確か寂しん坊の富田靖子さんの役名ではないかと思いますけれども、だからやっぱり最後の作品と言っていいのか分かんないんですけども、でもまあ常盤さんは、まあ、ある程度やっぱりもう大林映画の歴史に入って、もう昔と現在を全部演じないといけないというような、まあ、怖いと言ってもいいかもしれないですけど、でもそれも楽しいじゃないかと思いますけれども、その経験についてちょっと話していただければと思いますけれども、今ちぐみさんのお話を伺ってて思い出したのが、あのちょうど監督がイェール大学の旅からこう戻られた時に、すごい面白いことがあったんだよって言って聞かせてくださった話の一つに、イェール大学で、日本のインディーズの映画を研究してらっしゃる方がいらっしゃいますか？いろんな人がいますよ。そうです、はい、かな、なんか本当に日本人でも知らないようなインディーズの映画をもうとにかく研究されてる方と出会った。で、なんでそんなものを研究してるのって監督が聞いたら、誰もやってないからですよって答えた。で、そのことに監督がすごい感動してらっしゃって、
すごい人がいるもんだねっておっしゃられてたのがすごい私も印象深くて、そうか、だから研究に値するものなんだっていう発見と、そういうことを許されてるアメリカすごいなっていうこともあったし、なんか監督の映画の中にいつも出てくる誰もやってないことを探す旅みたいなものがに通じるなと思って、私もすごくその言葉はとても心に残ったんですけど、うん、そうですね、その役名は本当に恐れ多いっていうか、私がよく監督に監督の前でこれもまあ恐れ多いことなんですけど、まあ、これもまた怖いもの知らずで寂しん坊ごっこをよくやってるんですって言ってちょっとやったりとかしてたんですね、監督の前ですらで多分そのことを監督が、まあ、面白がってくださったのかな、それでそんなに役が好きなんだったらってもしかしたらそれでその役を与えてくださったのかもしれないんですけどでも監督の映画の中ではそれこそやっぱり時空を飛び越えたりとかいろいろあるじゃないですか、場所を越えたりとかで、今回の映画もすごくそういうものなんですね。なので監督の映画の中でその立花百合子という人が時空を越えてそこにいた時にどういう風になっているかっていう風に考えても別にいいじゃんっていう、それは視聴者の自由であって、それをその寂しん坊の時の立花百合子とつなげて考えるのも観客の力、話して考えるのも観客の力、それも自由だっていうことだと思うんですよね。役名はそういうふうにつけました、あとはどう思いますかっていうことだと思うんですよね。で今回の映画に関しては多分世界中の人が確かに映画というものをこういうものだっていうふうに決めつけてしまっているなっていうことと対峙するいい機会なのかもしれないなと思ったんですよね。というのはまず監督の映画ではよく長いって言われるじゃないですか単純に。それすらもまあ人が見やすい楽に見れる長さが90分だったりとか120分とかあるのかもしれないですけど、でもそれが映画だっていうふうにこうどんどんこう決まってきてしまっている風潮があるじゃないですか。それすらもまず取っ払って、それはもう本当に一番最初に取っ払うことができる部分だと思うんですね。そこからさらに例えばまあそういう役名についてもそうですし、その一つのシーンがずっと続いていかなければいけないっていうのは誰が決めたの？それが時空を超えてどこかに飛んだとしてもそれは映画の良さでしょっていうことだったし、映画だからできることでもあるし、あとその観客とスクリーンの中に線を引く、それすらも誰が決めたの？寺山修司もそうだったんですけど、やっぱりスクリーンの中に入っていく、スクリーンの外に出ていくっていうこともあるし、なんかこう私たちがいつの間にかこういうもんだよねっていうものに対して思ってしまっていることに対して疑問をちゃんと持って、これからも全てのことに疑って生きていこうじゃないかっていうメッセージでもあるのかなって思いました、今回。もう本当にありがとうございます。次ちょっと石富さんは一応海辺の映画館ご覧になったと思いますけれども、まあ観客として、まあ、評論家だけじゃなくて、まあ、観客としてはちょっとご感想をいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。いや本当にすごい作品ができたなと思いました。この
3時間の中に何本分の映画が入ってるんだというふうに思って、僕が試写で一緒に見た時に山田洋次監督もいらしてて、最後ちょっとご挨拶をされてたんですけど、もう一番大林監督の中で一番いい作品ではないかとおっしゃっていまして、僕も本当にそう思いました。とてつもない作品ができたなと。これはやっぱり大林さんじゃないとできない作品だと思いますし、これをその、病気と戦いながらですね、戦ってはいないのかもしれませんけども、その中であのエネルギーをつぎ込まれたっていうのがすごいなと思いました。この情報量の多さのすごさ、僕なんかどっかで見たことあるなと思っていたら、ジャン・リュック・ゴダールを思い出してきましてですね、これはゴダールだなというふうに思ったりもしました。なんで思ったかというと、きっとランボーの詩が中原中也の役ですけど引用されてたこともあったり、その違いピエロのようにこう色がね、もうものすごくいろんな色が詰め込まれているっていうこともあって、いや、こういう映画ができるんだ、ゴダールもきっと当時はびっくり、観客たちはびっくりしたと思うんですけど、今この海辺の映画館を観客が早く見てもらって、観客に早く見てもらって、みんなびっくりしてほしいなという感じがします。はい、はい、ありがとうございます。本当にゴダールとのまあかなり正反対の人でありながらも、まさに共通しているところも不思議にあるということは、もう本当にそれは小林監督の不思議のところの一つだと思いますけれども。さっき人見さんがゴダールって話がありましたけど、本当に監督が自主映画を撮っていた頃、エモーションとかの頃は、本当に海の向こうで自分たちと同じことをやってる人たちがいるって、トリフォーだったりゴダールだったりのことをやっぱり言ってました。だからやっぱ世界的にね、やっぱりその若い作家たちがそのハリウッドシステムのスタジオから飛び出てカメラを持って街に出るっていうのが、まあ、同時多発的にこう起きた時に、やっぱどこかでうちの監督たちも海の向こうで同じことをやってる人たちがいる、その道を信じていいんだって言いながら、それぞれが商業映画の道に飛び立っていったり、まあ、舞台の道に行ったり、いろんな道にまあ枝分かれしていったっていう、まあ歴史の一つだったかなとは思います。最後に中島さんはまだご覧になってないと思いますけれども、でもやっぱりもうその芦別の映画学校の話もされて、やっぱり小林監督は映画を見ることと映画を上映することは非常に大事にした監督だと思いますし、まあ、これはもしかして中島さんがお書きになったと思いますけれども、どっかで大林監督は映画を上映する側は上映監督だという言葉を使ってたというふうに思う、確かにそうだと思いますけれども、だから最後の方になんか特にこれから、この作品を見る側、それともこの作品を上映する側について、ちょっと中島さんからのアドバイスをいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。先ほど失礼しました。責任重大ですね。本当に大林さんはですね、京子さんを含めてこう一緒にお越し、何度もお越しいただきましたけれども、支配人の中島秀美ともどもですね、君たちが映画を上映して、それが上映できて初めて映画が完成する、最後の仕上げは君たちなんだよということを常におっしゃっていただきます。だから、まあ、本当に僕たちも映画を大切に、本当に作家が作ったものの思いをその通りに忠実に上映することが一番の役割だというふうな形でずっとやってきましたけれども、
なので正直言えば、僕は今回も、この対談座談会があるということで事前に、ちょっとパソコンで見れないかというふうな お話もありましたけれども、僕はやっぱりスクリーンで見たいということがありますので、7月31日の公開まで待とうということにしました。でもうこれだけ、事前情報がありとあらゆるもうゴダールの話まで出てうわーやばいなと思っちゃったんですけどもう、でも僕は小川さんのでこの情報量に負けないぐらいの状態で脳を、たくさん入れるようにと思ってスクリーンで、始めてみたいと思います。で、もし、全国のあ全国で世界の皆さんも何度か見ていただくようになると思うのでできれば初めはやっぱりスクリーンで見てほしいと、思います。そのスクリーンで見ることによってこの大林さんの世界というものがより一層自分の中に、溶け込んで入ってくるんじゃないかなと思ってますので、大勢の皆さんが初めスクリーンで見ていただければ嬉しいなと思っています。ありがとうございました。うん、ありがとうございます。まあ多分あジャパンソサイティの皆様からちょっと怒られるかもしれないんですけども、もちろん今回のジャパンカツで、まあ、オンライン上映がありますので、もちろんそれも、ね、あそうか、視聴者皆さんに見ていただきたいんですけれども、でもやっぱり小林映画は最終的に、まあ、大きいスクリーンで見るべきだと思います。私も今回コンピューターの小さい画面で拝見させていただいて、やっぱり僕はこの作品の一部しか見てないんじゃないかという感じで、やっぱりもう一度大きいスクリーンで機会があれば見させていただきたいと思いますけれども、でも本当に今回、まあ、皆様の話を聞いて、まあ、まずどれほどなんか素晴らしい監督だけじゃなくて素晴らしい人間、小林監督は素晴らしい人間だったことが、まあ、本当に、まあ、明確になってきてそして、まあ、小林監督の映画はやっぱりノスタルジャーとかが中心なんですけども、皆さんの話を聞いて私もちょっとノスタルジックになりまして、本当に本当に素晴らしい体験をさせていただきました。本当に皆さんも本当にこの貴重な時間を使って本当に私もいろいろ勉強させていただきましたので本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。